お疲れ様。はい、おはようございます。ただいまから記者会見を行います。最初に知事から発表があります。それでは知事、お願いします。今日の発表事項は、インターネット生放送の開始についてです。県では、ニコニコ動画を利用して、岩手希望チャンネルという名前で県の公式チャンネルを設け、今週金曜日11月29日16時30分午後4時半から第1回の生放送を実施します。フジポンさんを司会進行役に迎えて私と対談する形で構成し、当面おおむね月1回のペースで配信をしていきます。復興の現状や県の政策等について情報発信を強化したいと思います。いわゆる風化の防止、県内はもちろんですけれども全国的にもまた外国でも見れるわけですので、対外的にもしっかり発信をしていきたいと思っています。あまちゃんがネットでも大きな盛り上がりを見せていること、また7月広野町でニコニコ町会議というのが開催されて大いに盛り上がったことなど、そういった成果もあり、インターネットの中でも岩手に対する関心が高まっていると思っておりまして、ニコニコ動画を活用してこれにしっかり応えていこうというふうに思っています。今も県のホームページの中にインターネット知事室というのがありますけれども、この岩手希望チャンネル生放送も知事室から送りますので、一種ニコニコ知事室というような感じで見てもらえるといいんじゃないかと思います。以上です。以上で知事からの発表を終わります。本日の進行は岩手日報社熊谷記者にお願いしておりますので、よろしくお願いします。岩手日報の熊谷です。はい、よろしくお願いいたします。それではただ今の発表事項について各社から質問があればお願いします。じゃあ、幹事社から、質問させていただきます。ニコニコ動画活用するということで、改めまして知事はこの新しくどういう分野で情報発信の効果期待されてますでしょうか。まずは発信したいなと思っているのは復興関係を中心にでありますけれども、あとはあまちゃんを契機に岩手の魅力、地域資源、そういったものへの関心も高まっているので、そういうことも紹介していきたいと思います。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。河北新報の上村です。この動画というのは生放送とありますけれども、繰り返し1ヶ月間録画したものは見られるようなものなんでしょうか。確かその瞬間リアルタイムじゃなくても、後からこの生放送のチャンネルというのは見れるようになってますよね。なってます。わかりました。あとその司会進行役にフジボンさんを起用した理由というのは教えてください。過去いろいろ共演した実績もあり、この30分から1時間ぐらいの間かつ生放送ということではうまくやれるのではないかなということでお願いしました。彼女のやっぱりキャラクターとかそういうところで抜擢されたということで、能力で、お願いしたということであります。はい、じゃあ
他に各社から質問があればお願いします。すみません、NHK の近藤です、はい、よろしくお願いします、はい、すみません、昨日ですね、減反政策の補助金の見直し案について、生産者への交付金を、来年度から半額にするといったような、案が、昨日、自民党から、了承されまして、で今日政府が会合を開いて、正式に決定するということになっていますが、それについての所感をお願いいたします。県としてもこう情報を入手しながら分析を試みているんですけれども、まだちょっとこう詳細が分からず、きちんとしたコメントはできない状態にあります。前にも話したかもしれませんけれども、その机上の空論に走るのではなくて、こう今農業に従事している生身の人間、農業にこう参入したいと思っている人たちも含めていいと思いますけれども、そういう人たちがこうこれからこうどういうふうになっていくのかっていうことがちゃんと分かるように、かつどういうふうになっていくのかっていうのが、今よりこう良くなっていくというふうに、そうじゃなければこう政策っていう、特に新しい政策を打ち出す意味はないと思いますので、それがちゃんとこう分かるようにこうきちんとこう説明しながら政策を作っていってほしいと思います。小規模農家に対してはどうでしょうか。普通に考えて、その補助や支援の度合いが弱まり、一方でこの厳しい価格競争にさらされていくということになれば、それは中小規模の農家にとってはどんどん条件が悪くなり、所得も減って、立ち行かなくなるということと、こう受け止めれますので、そうじゃないならそうじゃないということをはっきり説明してもらわなければと思いますし、またそういう中小農家切り捨て的なことを考えているのであれば、それはやめてほしいと思います。デイリートークの澤田です、はい、今のに関連してなんですけど、減反見直し、減反廃止が岩手県に与える影響といいますか、をどのようにこう捉えていらっしゃいますでしょうか。この減反見直しっていうことの意味ですね、何をしようとしているのかということで、そのとにかく米の生産を自由にし、大量の米が生産され、で米の価格をどんどん下げていこうっていう話なのか、また主食用米をやめてどんどん、そうじゃない加工用とか飼料用とか、加工用飼料用という意味ではむしろ田んぼを増やすということをしようとしているのか、その辺はまさによくわからないので、生産者の皆さんも戸惑っているところだと思います。なんか加工用とか飼料米とかについて言えば、減反じゃなくむしろ増反をしようとしているのかという感じですのでね、だから何をしようとしているのかをもっとはっきり分かりやすく示してほしいと思います。知事、岩手日報の工藤と申します、はい、おはようございます。復興のですね、用地確保の関係で、伺いたいんですが、県と岩手弁護士会でですね、特例制度とですね、案をまとめられて、明日知事も要望の方行かれると思うんですが、町内、県庁内 の、 ワーキンググループとですね、弁護士会が時間かけて練り上げたものでして、その中身についての知事の評価というか、どのように見てらっしゃるか、ちょっと所感を伺いたいんですが、お願いします。明日のこの要望提案活動では、もう岩手県知事、田裾拓也の名前で、県として正式にこう要望提案して歩くものでありまして、県としては内容がこう合理的であってですね、要はこう
今の土地収用の制度のこう対象を拡大し、また手続きをこう圧縮、簡素化してスピーディーに市町村が必要な土地をこう使えるようにするという内容で、ぜひこれをこう採用し、復興を加速してほしいというふうに思っています。まあ、なかなかこれまでもですね、国の方はこの、まあ、県でもこう抜本的な対策というのをこう求めてきながら、なかなか慎重な姿勢というのを崩してこなかったという経緯があろうかと思うんですが、まあ、その明日ですね、その要望するにあたって、まあ、そのあたりこう国がどのようにこう受け止めてですね、今後対応するか、どのように対応するかを期待するか、お願いします。この土地の所有権という権利と、そして、仮設住宅にお住まいの皆さんが一日も早く、人間的な生活ができるようになるということ、プラス、被災したコミュニティを再生し、また市町村を再建し、そこに自治をよみがえらせていくという、そういう、それもこう権利であって、そういう権利関係をこうどう調整するかということだと思います。で、地元の方からのそのこういう権利を実現したいということについて、まあ、こちらとしては繰り返し主張してきたつもりではありますけれども、先週岩手では沿岸市町村復興規制同盟会が正式に知事に要望し、署名も添えられて、でそれを踏まえてまた県から改めて国の方に要望提案するとなると、これはまたこう新しい段階に入って、政府としてもそういう新しい要素を踏まえてのこの権利の調整をするということができるんじゃないかと思います。ありがとうございます。関連してお聞きします。はい、今 の制度の設計につきましては、法改正ですとか法の創設というのも含みまして、かなり踏み込んだ内容になっていますが、他の青森、宮城、福島との連携というのもお考えになっていて、すでに案については説明なさっているというふうにも伺っています。その他の県の方の反応というか、感触というのはいかがでしょうか。はい、好反応をいただいていると聞いています。足並みを揃えていかれるお考えは、どのように足並みを揃えていかれるんでしょうか。ただこう高台山の上とか、あとは防潮堤を作っていく海岸線のあたりとか、権利関係がきちんとしていないところっていうのは、岩手において今どんどんそういうところの作業が県市町村入っていっていて、で、そういった事実関係に基づいて政府に説明したり説得したりするということについては、こう岩手が先んじてやっていくということに意義があると思ってますので、どんどん先んじて回って歩きたいと思います。岩手日報社の小野寺と申します。はい、おはようございます。国保種市病院の薬剤師の応用の問題についてお伺いいたします。この件を受けまして、県の方で何らかの指導ですとか通達ですとかを県立病院ですとか関連の県の病院とかに出すご予定とかっていうのはあるんでしょうか。医療局からそういう報告は受けていません。すみません、関連してもう一つ、種市病院の方に何かこう指導なりというのはご検討はされるんでしょうか。この私も大変びっくりしたニュースで、非常に大きな額のお金が、不正に使われたようであるということで、まずは実態をきちっと明らかにしなければならないんだと思いますし、そこでその
広野町さんの方でも大変な局面だとは思いますが、まあ、今広野町さんの方でしっかり取り組んでいるようですので、そこは見守りたいと思います。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。河北新報の佐久間です。ちょっと国政に関してお伺いしたいんですけれども、特定秘密保護法案が、早ければ今日、衆院本会議で採決される見通しとなっております。法案は国民だけでなく、地方の自治運営にも大きな影響を与えるかと思いますが、法案に対する知事の、見解を伺わせてください。まず今の国会の過ごし方としては、その復興の問題、これは福島の東京電力原発の事故処理の問題も含めて、そちらの方を優先的に国会としては取り組むべきではないかと思っています。特定秘密保護案をめぐって地方公聴会とか開かれたみたいですけれども、同じ福島でやるなら、その原発事故収束の方が喫緊の課題だと思いますし、また岩手の方にも来て、復興について国会がもっとこう踏み込んで現状を把握し、必要な立法をしていくというようなことが求められているのではないかと思います。その米ソ冷戦が厳しかった頃に比べますと、今はその国家間の戦争をめぐる情報の取り扱いっていうことは格段に少なくなっているはずでありますし、テロとか、あとは領土をめぐる紛争とかあるんですけれど、領土をめぐる紛争っていうのは基本的に外交、そしてテロの問題っていうのは基本的には警察の問題であり、その文民の論理、シビリアンの文民の論理で解決すべき話で、そういったことっていうのはできるだけ情報をオープンにし、国民を巻き込んで解決していくものですので、その21世紀世界全体が向かっていく方向とすれば、その国の情報っていうのをどんどん開放し、国民が共有してより良いガバナンスをみんなでやっていくっていう方向、国際的な関係も含めてという方に行くべきじゃないかと思っている私からしますと、なんかその正反対の方に行く法律かなと思っておりまして、なんでそんなに急いでそういう法律を作るのかなという疑問を感じています。今回の採決あるいは法案に対しては知事としては反対、その国会の中にもかなり反対論があるようですし、またさまざまな世論調査によると国民の中にも反対の意見があり、あといろいろ国際的にも問題指摘されているようですから、今日採決なんていうのはやんない方がいいんじゃないかと思います。ただ分かりました、ありがとうございました、はい。はい、それでは以上をもちまして記者会見を終わります。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。